サムエル記。その日、少年サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。サムエルは、ここにいますと答えて、祭司エリのもとに走っていき、お呼びになったので参りましたと言った。しかしエリが、私は呼んでいない。戻ってお休みと言ったので、サムエルは戻って寝た。主は再びサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは、私は呼んでいない。我が子よ、戻ってお休みと言った。サムエルはまだ主を知らなかったし、主の言葉はまだ彼に示されていなかった。主は見たびサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは少年を呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主よ、お話しください。しもべは聞いております。と言いなさい。サムエルは戻って元の場所に寝た。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ。サムエルは答えた。どうぞお話しください。しもべは聞いております。サムエルは成長していった。主は彼と共におられ、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかった。神の言葉。私の心。
ストパウロのコリントの教会への手紙。皆さん、体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。主に結びつくものは主と一つの霊となるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかし、みだらな行いをする者は、自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか？あなた方の体は、神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。神の言葉。その時、ヨネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めるのかと言われた。彼らが、ラビ、どこに泊まっておられるのですかと言うと、ラビ、先生という意味です。イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時頃のことにある。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。私たちはメシアに出会った。
Bye.